坂出塩祭りは、香川県坂出市で5月頃に開催されている、2019年に第28回目を迎える祭り。2010年度より会場を、瀬戸大橋記念公園に移し、観客動員5万5千人と、同志最大のイベントとなった。公益社団法人堺井出青年会議所と、地域の団体とによって構成される塩、祭り実行委員会の主催により行われる。 塩への感謝と地域の偉人である久米の通券の精神を受け継いでいくためのお祭り。資材を投げ打ち地域のために貢献し、塩田を開発した久米通券の偉業と志を伝承しようと、久米通券が生涯を終えた月である5月を中心に開催されている。また、イベント当日には出店の一つとして、冠水を煮詰めて塩が作られる。後日その塩は、 神事として、塩釜神社に奉納される。塩作りによって発展してきた境で地域として、塩の大切さと、塩に対する親しみや感謝をも伝えていくことを目的としている。2019年は5月12日の1日開催となっている。実行委員長は宮本正氏が務めた。昨年は、あいにくの天候に見舞われたが、2019年は、 天候に恵まれ、スポーツクライミング、パラカヌー体験のほか、昨年中止となった目ガシオ滑り台、アクロバット飛行賞にも多くの来場者が訪れた。5月の第3日曜日を基本的な開催日としている。2013年度は、瀬戸内国際芸術祭の春の部が、シャ島エリアを含めて開催されることに伴い、クロージングイベントも兼ねて4月20日と4月21日の2日、 開催となった。瀬戸大橋開通に際して、それまで行われていた、堺で商工港祭りは、瀬戸大橋祭りへと変遷した。その港祭りの復興と、堺で市政50周年と堺で青年会議所35周年を記念し、第1回目の潮祭りが開催された。第1回目の開催場所は、瀬戸大橋記念公園である。その後、 歌津臨海公園や境出駅周辺を開催地として開催されてきた。2010年度の開催において、本来の地域振興のあり方を取り戻すため、会場及び日程を変更するとともに、地域の諸団体と一緒に作り上げるスタイルへと変革を遂げている。2013年度は再び2日間開催に挑戦している。2013年度のふるさとイベント大賞において、 前年度の塩祭りが奨励賞を受賞した。2015年の塩祭り内において同時におむすびを結ぶ人数の世界記録を達成した。18トンもの塩が平面と坂道を組み合わせた遊び場に敷き詰められている。滑り台と名はついているが滑ることはほぼできない。閉会後は塩をすべて回収して工場に戻し再利用していたが、 2013年より融雪等の目的としてね、クスコに譲渡している。日本海水の協賛を得ている。2011年は買い取りとなり保存されている。それ以降は譲渡と回収を年ごとに行っている。乾水から塩を作るという昔ながらの方法を体験できる企画で初期より行われてきた。ここで作られた塩は放納にも使われる。 塩祭り開催時前に各小学校等に出張し、塩作りの歴史を伝えたり体験をさせたりすることも行われてきた。また、塩田等の写真や歴史をパネルにしたものが併設されている。佐ぬ三四郎白水神協会の皆様によるおむすびの振る舞い。塩の美味しさも堪能してもおために味付けは塩のみ。JA 香川の協賛により、おいで舞いが使用されている。 クメ通券が改良、開発したひなわ銃による実演が行われる。2011年度より会場に隣接する会場を飛行機が飛ぶショーが行われている。日本でも数少ない機体によるアクロバティックショーは祭りのフィナーレを飾るタイミングで飛ぶことが多い。塩を使用した巨大絵やアアンドンを小学生等を中心に作成したものが展示される。アンドンは 他の祭りでも使用された。また、会場では縮小版の塩絵が体験できるブースもあり、子供たちで賑わった。毎年形は変えるものの、塩を使った作品に挑戦している。第20回より飲食用のブースが一元化された。名称は20回のみ。第19回目に初登場した企画。今はなくなってしまったお店や商品を復活させるというもの。 ムーランの味付けパンとパプリカのカレーが復活し大盛況だった。パプリカのカレーはその後モンスターバッシュでも販売された。またかつて境で日位で子供たちを釘付けにしていた吉田ベーカリーのドーナツ製造機もお目見えし好評だった。塩田を利用しての塩作りの伝統を継承していくために乾水をまく作業や塩を運ぶ作業を模したレースが 行われる。楽しみながらも大変さを学べる。第18回堺で塩祭りにて、第1回、サヌキ bq 級グルメコンテストが開催された。堺で商工会議所青年部が主管担当している。その後、第2回を経て、独自開催も行っている。第1回優勝は、香川短期大学公安の金時丸。現在は、 高台一服道や各地イベントで食すことができる。第2回優勝は、滑車焼き。2009年に単独で開催された、低学年層向けの職業体験事業が境で、塩祭り会場において登場した。2011年度より、以前から塩祭りにおいて使用されていた、青空教室という名前で内容が引き継がれている。2012年度は再びキッズワクランドになっている。 ありがとうございます。